昨日ずっと瞑想っていうか、まあ浅い瞑想をしてて、今更ながらね、自分の中にある恐怖心についてずっと見てて、でも10分か15分、これはまあ僕の場合で、万人にそれが当てはまるかっていうことは分かんないんですけど、全然恐怖心っていうのは自分の怒りを怖がってるんですね。少なくともそういうことがすごく多い。だって実際に果たし合い、それこそ水岡先生みたいな人と明日果たし合いすると、もう殺されるとか、そういう、あるいは他人からなんかクビだって言われそうだとかね、あるいはひどい叱責を受けそうだ。でも大概今は もちろん経済的なことは大変ですよ。あと暴力も多少はあるでしょう。でも昔に比べればね、そういうことは少ないわけで、対人関係の、悩み苦しみっていうのは実態的にそのお役を仰せつかるとか、刺激削減されるとか、給料なくなるとか、そういうことある。そういう実体的な損害と、実体的には見えない、あんまり見えない損害というのがありますよね。それは喧嘩したとか相手が無茶なことを言ってくるということはあり得るでしょうけど、実体的にはそれほど、よく考えてみると具体的な害はない。なのにめちゃくちゃストレスがかかるっていうことって僕たちしょっちゅうあると思うんですよ。で、まあ普通に考えると本当に害があるのは1割2割ぐらいかな、あとの7割8割9割過半数以上は実態よく考えてみるとそんなに損害はない、あるいはほとんどない、全くない。そこで話し合えばいいだけのことだと。そしたら何を怯えてるのか。そっちも実体的な、害がある以上に怯えたり、しんどかったり、ストレスがかかったりする。で、それは相手から嫌な顔をされるのが嫌だ。ね、それあるよね。あるいは相手から嫌なことを言われるのが嫌だ。あるいは相手から心ないことを言われたり、あ、こんな人だったのかと幻滅させられるようなことを言われるのが嫌だ。でもその奥にね、そういうことを言われた時に自分の中で抑えの効かない怒りをまたこう抑えなければならない、あるいは自分の怒りで自分が燃えちゃう、あるいは自分の怒りを発動したらそれこそ相手をボイーンってやっちゃうかもしれない、まあ、ないんだけど、ほとんどそういうことはお酒でも入ってないとないんだけど、そういうことを想像してしまう。そうするとそれは恐怖ですよね。つまり自分が怒った後どんなことが起こるかもしれない、あるいはその強い怒り、嫌な怒りをコントロールしなければならないことの苦痛の方が大きいんじゃないかなと。 99.99% その怒りを自分がコントロールしなければいけない、そのコントロールしなければいけないことを予測して、それがストレスであるっていうようなことが、ストレスの原因の少なくとも半分以上じゃないのかっていうようなことをずっと瞑想して、なんかいろんな人のお話を聞くじゃないですか。原因の行き詰まるところは自分の怒りのコントロールが苦しいからじゃないか。ということは自分の怒りをコントロールできるということを普段からトレーニングしていると、そのストレスも何割か減るんじゃないかというようなことを思いましたね。で、それは一つには文脈的には人とどういう状況でもコミュニケーションを取ることができるんだっていう経験を積んでいく、もう一つは自分自身が呼吸法とかそういうことをして自分の怒りをちゃんとコントロールできるんだっていうことを知ること、で、三つ目がこの世の全てのものに対する感謝っていうか、そういう慈悲心ですね、そういうものをこう成長させていくっていうようなこと、そういうことを多角的になんかセッションで
やるとすごいストレスマネージメント、あるいはその人自身の人生が好転するような、僕自身もそれをリードすることによって好転するような、そういうことが起こりはしないかなっていうようなことを、うん、思いました。で4つ目あるんです。4つ目は実は祈るっていうことで、その自分と何かトラブルになりそうな、あるいは自分が普段からしんどいなと思ってる人のために、その人が幸せになった、だってその人が幸せになって機嫌が良かったら自分に与えられる率も下がるでしょ。ね、だからそう幸せでいてください。これはなかなか技術が必要だと思うし、僕もできない場合もちろんありますけど、4つ目はそういうことだと思います。はい、以上です。名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの状況を実はやりたいなと。